倉山充の直球勝負、西武時代の工藤角成エースということでですね、本日は桜林先生のですね、美女と兵器でした。あ、違った。自衛隊と防衛産業が、なんかアマゾンであの在庫切れ完売というですね、増刷間近みたいな。本当にあの自衛隊部門で1位なんていうね、あの瞬間もありまして、はい、並木消防としても本当に喜んでおりました。ありがとうございます。並木消防に代わって私からも御礼を。倉山先生のおかげで、あの視聴者の皆様のおかげでございます。ありがとうございます。もっともっとね、買っていただいてですね。ありがとうございます。そうですね、ちなみにあの工藤っていうのは桜林先生のリクエストで、はい、あ、西武時代の工藤が好き。いやいや、ちょっとですね、あんまりこの話はしたことがないんですけど、はい、おお、ぜひ、はい、2年に一度は活躍する、あの西武時代の工藤は。私ですね、野球結構高校生ぐらいの時に好きで、はい、あの西武ライオンズがちょうどですね、日本一を、はいはい、もう9年中8年に1位だった、日本一だった時、あの頃はよくあのライオンズの球場に見に行ったりとか、はい、ファンクラブに入ったりとかしてたんですよ。そうなんですか。はい、はい、そして工藤選手が一番好きでですね、はい、もう写真集なんか買ったりとか、しましたね。はい、子だくさんの人が好きなの。子だくさん、いや、その頃はね、まだ独身でいらっしゃいましたので、はい、でちょっとお手紙書いたりとかしましたね。いきなりサービス満点のエピソードです。そういう、工藤みたいなのがタイプだったんですね。そうですね、その頃ね、はい、すごい良かった。だから工藤、渡辺、鍋球さん、あの辺りがですね、はい、結構やっぱ人気があって、特に私やっぱ工藤選手が好きでしたね。鍋球さん私大好きですよ。ああ、いいですね。もうあの濃厚ぶりがたまらない、ドカベンでいわきに濃厚でホームラン打たれてですね、水島新司を番組で訴えるっていうですね、そういう裁判番組昔やっててですね。そうなんですね。もう裁判といえば私の出番です。すごいですね、裁判。裁判。ちょっとナベキューさん時代を先駆けすぎてたかなっていうね。はい、まあ、それはさっきご本の話題ですけれど、ありがとうございます。もうまあ大変売れ行き好調ですが、でね、もう恐縮です。もう本当桜林美佐写真集、ね、いやいやいや、なんかね、写真が多いの本当に。私もね、この本出すのが恥ずかしいんですけど。なんでですか、いいじゃないですか、そのままグラビア写真集出しちゃえば。いやいやいや、遠くから皆さん見てください、ね、あまりこう近くで見ない方がいい。思いっきりドアップばっかじゃないローアングルとかなので見るときは遠くからぜひお願いします。私、桜林先生のことをですね、はい、あの熟女熟女って言い過ぎたらですね、なんか髪剃り気味の封筒とかも嘘です、はい、まあ講義が殺到してるのは確かですね、ね、若くて美しくて聡明な方じゃないかみたいなね、これもなんだみたいなね、素早く学ぼうのコメント欄ね、あの、まあ、見てるとですね、クレームいらねえみたいなあ、いや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 、いつチャンネルクララがチャンネル桜林になるとかね、なかなかの微妙なネーミングでね、微妙なネーミング、桜と林の間ハートを入れるっていう、ね、あの正しい、ね、表記の仕方です。チャンネル桜ハート林みたいな、ね、ハート林、はい、いやうん、まあこちらの方ですね、まあ本当陸海空すべてね、総合的にバランスよく見てる人ってすごい少ないじゃないですか。陸だけとか、ね、海だけ空だけ。そうなんです、ここはですね、やっぱり自衛官の方とか OB の方に、まあ、専門的なお話を伺うというのがまあ一番いいねっていう話もあるんですけど、実はその人たちも職種がね、あの陸上自衛隊だったり航空自衛隊でやっぱり抱えてるものがあるので、はい、やっぱりなかなかその客観的に見るっていうのは難しくなってしまうのがあるんですよね、はい、ちょっと素人質問でちょっと詳しくお聞きしたいんですが、はい、桜林先生の本業、あの私のイメージだと士官学校までは陸海空それぞれ行ってて、でそれ旧軍の話ですか。旧軍とかはもう最後までじゃないですか、はいはいはい、まあ中軍空はないですけど、で、はい、それであの統合するのはもっと上の方で大学校レベルみたいな、あ、はいはい、あの一般的にですね、あの CGS とかありますよね、あ、はい、あの統合とか、はい、今結局その結構あの、まあ、例えば実名出しちゃいますけど、玉川さん海と空はすごい詳しいじゃないですか、空の人なのに海が詳しいっていう人だったりする、ね、特にデストラクティブパワーの方、ただ陸の方はちょっとね薄かったりするじゃないですか、正直、はい、みたいな、まあ空の人なら海詳しいっていうのはあの人すごいインテリみたいに言われるとこあるんですけど、でも結構私の印象だと今の人も旧軍とあんまり変わらず、自分の職種はすごい詳しいけど、そうじゃない、あのじゃあ海の人が陸のこと知ってるかとか、陸の人が空のことどれくらい知ってるかっていうのを、はい、実態どれくらい、
や、あのね、正直言って今あの統合運用というのが始まりましたので、うん、まあ、はい、例えば統合幕僚監部というのがあって、うん、そこには陸海空の人が集まって、そこを経験した人はあの互いのことをよくある程度知ってますけれども、うん、一度も統幕を経験したことがないような方は、うん、まあ、ほとんどご存知ないと考えています。本当知らないですか。で、ただしその幹部の方は例えば防衛大学校でずっと一緒に学んだりとかしますので、うん、はい、まあ、そういう意味ではその交流自体はですね、うん、まあ、あの同期同士でもあったりとかするんですけども、その後はですね、うん、意外にこれまた壁があるというか、うん、知らないもんなんですね、お互いのことを。え、じゃあほとんど知らない、いや、そのほとんど知らない、うん、具体的にどのレベルで知らない、なんか実例を一個なんかこういうの経験したみたいなのがある、言える範囲でいいんですけど。ああ、そうですね、こんなこと知らないんだ意外みたいなのがあれば、例えば船の名前をね、あの陸の人は知らないとか、はい、まあまあそういう基本的なことですよね、はい、うん、なるほど。いや、旅団と連隊どっちが上だかぐらいは、まあ、全員知ってるわけですよね。そういうね、組織図的なところは分かっていらっしゃると思うんですけど、うん、だ全面共通するっていうのは本当少ない、うん、階級とかは当然分かるとして。そうですね、そうですね、うん、いや、意外な局面結構多いですよね。やっぱりですね、皆さん、うん、あのすごくその忙しいですし、うん、あの自分のやることで精一杯っていうところがありますもんね、うん、はい、はあ、なるほど。でまたですね、例えば海上自衛隊の中にも航空の職種があり、うん、潜水艦、水上艦、まあ、総会とかいろいろありますよね、うん、すよね、うん、そうそう、その中でもお互いこう、うん、全然違うっていうのがありますからね、気質も違いますので、うん、はい、そういうあの、まあ、陸も当然ですね、歩兵、うん、まあ、普通科の人がいて、うん、施設科の人がいてみたいなのは違いますから。じゃあ陸海空の中でも。そうですね、うん、その中でもまたこう変わってきますね、うん、すごい、あの今日これ本当の素人興味なんですけど、作戦と情報が仲悪くて昭和の戦争で負けたみたいによく言われるじゃないですか、その反省って今自衛隊でどれくらい知ってます？あのですね、旧軍から学ぶその反省っていうのはやっぱりね、はい、客観的に見ると、はい、なかなかこれ改まらない部分ってあるんですよね、はい、だから分かっているんだけれども、うん、なかなかそれができないっていうですね、うん、だからよくその幹部学校の中に入校してですね、皆さんそういうことをこうシミュレーションしたりとかされてるようなんですけれども、はい、もう同じその結局同じことになると、はい、同じ結論が出てしまうみたいな話を聞きますね。あ、なるほど、はいはい、ちょっと今すごい穏やかに爽やかに言われたんですがさらっと怖いこと言いましたね。いや、非常にねこれ問題です。やっぱりね、組織って作っていくと、うん、結局その問題をはらんでしまうっていう、うん、なんでしょうね、やっぱその個々の資質はね、いい方がいてもですね、まあ、それが組織化してしまうと、うん、なかなかその機能できないみたいな、うん、やっぱりあると思います。だからもし今仮に同じような戦争が起こっても、うん、そういうね、同じ道を歩んでしまうんじゃないかなって、こう、うっすらと私はこう思う時ありますね。で、しかもやってる本人たちはもっと分かっていると。まあ、やっぱりね、分かっていながらどうしようもないっていうのはね、急にあのホラーになってしまった非常に抽象的な話でなんか恐縮、ね、いや、でもあんまりそこは細かく言うと大変なことになるいや、ちょっとね、桜橋先生だったらね、倉山満と違って放送禁止用語はね絶対出ないよね、安心な地上波でも生きる人ですからね全く安心してね安心兵器ですからで、ちょっとでもじゃあ最後に質問なんですけれども、はい、いや、もう桜林先生に逆取材されることってあります？ありますね。最近取材を受けることも増えましたね、うん、はい、自衛隊から。いや、自衛隊からっていうか、まあ、そう、メディア新聞とかですね。いろんなところから、はい、なるほど。自衛隊に対しては一応そういう分、うん、隊員の皆さんへの、まあ、講話という形もさせていただく機会も増えましたね、うん、なるほど、はい、いや、本当ね、もうチャンネルクララといえば桜林美沙先生ですね倉山充なくては桜林美沙がいなくなったチャンネルクララ終わりっていうですねお前いらないとか散々言われてますんでそんな、いや、でも本当嬉しいことにチャンネルクララで本宣伝させていただくと、まあ、こんな風に、まあ、完売とかですね、増刷とかですね、すごい演技がいいんでですね、もうこれも全てこの影響力はね、源泉は桜林先生ですねということで、これからもね、ぜひよろしくお願いします、はい、ということで、自衛隊と防衛産業まだまだ絶賛発売中ですんで、よろしくお願いします。お願いします。